クロマックス。これ寝っ転がったら寝心地良すぎてそのままスーって落ちちゃいそう。はいどうもクロマックスです。ということでちょっと風が強くてですね、風の音もしたら申し訳ございませんということなんですが、こちら MGR カスタムズさんのところにお邪魔しております。本日タイトルにある通り、こちらハイエースのね4型ワイドのスーパー GL 2.7 のガソリン仕様なんですけれども、こちらもベッドキット取り付け動画を撮影してみようと思います。 MGR カスタムズさんといえばハイエースのベッドキットで有名なショップさんなんですけれども、実はですねハイエース以外の車両も数多くベッドキット展開されていたりもします。そのね MGR さんがハイエースに関しては実際に3台も車用車として保有されていて、いろんなね仕様のハイエースに対応するようにベッドキットの開発されてたりもします。で今回取り付けるベッドキットなんですけれども、ワイドのね2段ベッド取り付けていってみようと。取り付け動画はないんですけれども、ナロのね2段ベッドの紹介動画なんかも他で撮影させていただいたりもしますんで、気になる方はそちらもご覧いただければと思いますんで、もうねちょっと風強くて申し訳ないんですが早速取り付けしていってみようと思います。はい、ということでミドルルーフのワイド、もうナローとは比べ物にならないような広大なスペースが出来上がっております。これオーソドックスなベッドキット装着されている車両でしたが、今回はねそれを一旦取り外させていただいて2段ベッドキット、それのね取り付けをしていきたいと思います。これね最初から CF は貼ってありますが、床張りしてるとかではなくて簡単にめくれる CF が上に乗っかってるだけです。なので CF の上からね実際にベッドキットどんどん取り付けていってみようと思います。はい、ということで風が強いんでね飛んできちゃうといけないから養生テープで固定でございます。ということでですね、今回はある程度こんな感じで組み上げられてるものを組み付けていくような感じにします。パイプ動画に関しては撮影してないんですけど、クロマックス出来たての頃に撮影させてもらった4型スーパー GL のハイエースのベッドキットの取り付け動画見ていただければよくわかるんですけど、本当にね梱包がね開封しやすいようにされていて、どこの部材か一目で分かるようになっていて、写真付きのね取扱説明書とか必要な工具が全部同封されていたり、親切丁寧な作りをされている梱包状態だったりもしますんで、気になる方はそちらの動画も見ていただければと思います。ということでですね、どんどんベッド組み付けていってしまおうと思います。はい、ということで今ねフレーム製作途中なんですが、下の段のベッド部分先に入れてしまっていた方が取り付けやすいっていうことなので、一箇所だけねはめ込んでしまってからフレーム作っていこうと思います。これすげえ、これ1個はめた瞬間に強度めちゃくちゃ出るということなんで、これどんどんねあのフレームベッド組み立てていっちゃおうと思います。はい、ということでフレーム一通り組み終わりました。実際に組み上がったこの2段ベッドのベッドキット紹介していこうと思います。出来上がったベッドがこちら、よいしょ、ちょっと持ち上げるとこんな感じ、2段ベッド分のフレームが出来上がりました。別の動画でオーソドックスなベッドキットについても紹介はしているんですけれども、それにね加えて4本ね足が立って上側にもフレームが出来上がってる。これねさっきベッド1箇所はめ込んだだけで取り付け強度かなりしっかりしたなっていう印象を受けたんで、天板を乗っけるとがっつり固定されるんじゃないかなというふうに感じております。どの車種のベッドキットに関しても MGR さんはそうなんですけれども、このフレームの開発の段階でもうここね見ていただいて分かる通り指1本分のクリアランス空いてると思いますけど、絶対にねフレームがトリムの部分に干渉しないようにっていうのを徹底して設計されているようでございます。取り付けに関しては他のハイエース系のベッドキットと同じで、タイダウンフック後ろ側の2箇所と前側のこちらの2箇所固定してある状態でございます。ということで天板部分取り付けていってしまおうと思います。はい、ということで取り付けが完了いたしました。ということで完成したベッドがこちらでございます。すげえなって思ったのが、見てもらえば分かると思います、紙1枚入らないぴっちりとした内張りとのね隙間のクオリティでございますよ。しっかりとこういったところ若干ね高さが変わった場合にでもコンセント部分が使えるような高さに天板部分上端が来るように設計されていたり、
ガラス部分、そこに関しては下から手を入れたらね、これだけの隙間が分かると思いますが、ガラス面に触れることなくベッド部分がずれることがないような、そういった位置にねしっかりと取り付けをされていたりですね。ハイエースのベッドキット以外のベッドキットに関してもそうなんですけど、2段目のように左右にフレームが渡っているようなものに関してのベッド部分の厚みは大体これぐらいの厚みで、1段目のようにね左右にフレームが渡っていないで天板だけで渡してしまうようなものに関してはこれぐらいの厚みのね板を使ってます。厚みの違いはこれぐらいとこれぐらいということで、かなり厚みが違う天板の組み合わせですが、そのおかげでね取り付け強度は抜群になってる印象でございます。スーパージェルシートつけたとしても左右ねしっかりとリクライニングができるような位置に2段目のベッドの長さが決まっていて、1段目のベッドに関してはですねしっかりもうこのシートの座面のところギリギリにグッと入り込むような、そういった設計ですね。こういう風にして2列目を畳んでしまえば1段目2段目、車中泊する時なんかのベッドとしてもアクセスがしやすいですし、荷物も取りやすい状態が確保できると。これね2段目に関してはここに1、2、3、4、5段階の高さ調整ができます。これであればね2段目の方も1段目の方もしっかり就寝するスペースを確保しつつ、このベッドの下にもこれだけ長物を積み込める広大なスペースが残っているよっていうところ。ハイエースのミドルルーフってタロンとスーパーロングの間にあってね、ちょっと中途半端だなっていう人も中には出てくると思うんですけど、やっぱりワイドになると車内の広大なスペースは半端ね。実際にねここにすぐ自身寝転がってみようかなというふうに思います。はい、ということでちょっとね声届かなかったり風の音が入ったらすいません。さすがワイド、両手広げても両側触れない。もちろんねミドルのねルーフの高さを3つに分けちゃってるんで、どうしてもね高さっていうところに関しては座れるような高さではないですけど、こうやってね寝転んで休む分にはそんなに圧迫感感じることもなく寝転がることも可能です。はい、ということで外風が強すぎて声が届こえてなかったりね、風でねハンディが倒れてしまってもしょうがないなというふうに思ったんで、車内に移動して2列目のシートのところから撮影してます。ハイエースの中の2段ベッドの上ってね実は結構危ねえんじゃねえかななんて個人的に思ったりもするんですけど、実際にねちょっと乗ってみようと思います。ということで実際に寝転んでみました。体重90キロ近く太りに太ったスグル代表はですね今ハイエースのベッドキットの2段目に乗っておりますが、こう強度を確認しようと体を揺さぶると車体自体が揺れてねハンディが倒れてしまうんじゃないかぐらい、フレームとねこのベッド部分が車体と一体化してる感じがよくわかります。これ寝っ転がったら寝心地良すぎてそのままスーって落ちちゃいそう。この動画の他でも紹介してるんですけれども、この2段目ベッド部分を取り付けないでっていうことで有効活用して、波乗りする方とかねロングボードをここにバンとかけるためのフレームとして活用してる事例だったり、資材とかね工具をより多く積めるようにっていうことでこの2段ベッドを導入してる職人の方も結構いらっしゃるみたいです。実際にあのハイエース乗られてる視聴者さんからねいろいろお話を伺って感じていたのが、ハイエースで家族4人で車中泊をされてるような方、お子さんが少しずつ大きくなってきて奥様とねお子さん2人ベッドで就寝させて、僕はベッドの下に潜り込んで寝てるんですなんていう方結構いらっしゃるんですよ。せっかくねご自慢のハイエース乗られていてベッドキットで楽しく車中泊っていう中でね、おそらく運転するであろうお父さんがベッドキットの下に潜り込んで寝るっていうような状況であれば、今回の取り付けはワイド用になりますけれども、ナロータイプの2段ベッドの展開なんかも実際にあったりします。ナローサイズの2段ベッドの展開については別の動画でねもうすでに取り付けてあるものを紹介していたりもしますので、参考に見ていただければみんなが楽しく車中泊できる環境を作り出せるんじゃないかなと。ハイエースね、ナローに関してもワイドに関してもその積載能力とか車内スペースっていうところに関しては絶対的なものがあるなんていうところはね皆さんもうよくご存知の部分だと思うんですけど、それをねさらに有効活用できるこの2段ベッド、安心して寝転がってることができるようなそんなスペースになってます。はい、ということで、あんまりね2段ベッドの構想っていうのはすごい個人的にはイメージ持ってなかったんですけども、2段ベッドになることによってお子さんが多いご家族様なんかね就寝スペースより多く確保できるんで、これ下手なキャンピングカーなんかよりも就寝スペースで考えたらもっと取れてるんじゃないかな。
いや、そんな風に感じてしまう1台でございました。はい、ということで今回はですね、こちらハイエースのスーパー GL 2.7 ガソリンのミドルルーフのワイドですね、それの2段ベッドということでベッドキットの取り付け動画撮影してみましたが、いかがだったでしょうか。今回パッチカーペット仕様のものだったんですが、ウレタンが入ったレザー仕様のものだったり CF 仕様のものだったり、今回ねスーパー GL なんですけれども、デラックスのリアヒーター付き、リアヒーターなし、年式によってはシートベルト付きなし、デラックスでもねスーパー GL シートが付いてるものだったりとか、いろんなねバージョンのものが、ナローとワイドとスーパーロングと3種類のねボディ構成ごとにですね、ある程度ラインナップにないものに関してもできるだけね、そういうようなお客様のオーダーにも応えられるように製品作りしてますよなんてお話はいただいておりますので、気になることがあった場合はお気軽にお問い合わせいただければみたいなお話をされておりましたので、そのあたりね安心して MGR さんに問い合わせしていただければと思います。車中泊に適したようなベッドキットの取材をさせてくださいなんてお話をしている中で、ベッド開発のために車用車として多数保有してらっしゃる車のインプレッションなんかも含めてやったら面白いんじゃないなんて言って、車中泊に適したようなお車たちの乗車インプレッションした上でね、これからどんどん MGR さんのベッドキットの動画皆さんにねご紹介していくような感じになると思います。車中泊に適した車選びされてる方の参考になるような動画をねどんどん出していこうと思っておりますので、そのあたりも楽しみにしていただければと思います。はい、ということでですね、今回はこちらハイエースのミドルルーフスーパー GL の2段ベッドのベッドキット取り付けてみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。また Twitter、Instagram、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。いろんなトークを繰り広げておりますが、ここの居心地が良すぎてですね、そして外の風が強すぎてですね、ここで長めにトークをしていたりもしますが、それぐらい2段ベッドのこの上でも全然居心地いいです。